東京当初農業協同組合は、東京都八条町に本店を置く農業協同組合。なお、三倉島村と青ヶ島村には、信用事業を行っていない三倉島村農業協同組合と青ヶ島村農業協同組合があり、いずれも東京当初農業協同組合のエリアでは、ない。2001年4月1日に、東京都東初部の6農協が合併して発足した。 信用事業の財務状況の悪化から2016年に同部門を東京都信用農業共同組合連合会に譲渡し同部門で黒字だった中からに拠点に連合会の代理店を受け負う形となりこれに伴って専門の受けをかした。なお、共済事業は本店と小原父島支店で扱いが継続されている。廃止した支店の受け皿として 先行する2015年9月には、一般社団法人伊豆大島農業生産組合、同年12月に新島農業共同組合、2016年1月に神津島農業共同組合を設立した。前身の一つである小笠原島農業共同組合が、1973年より簡易郵便局を運営していた経緯から、 当組合の小笠原母島店内に2021年3月末まで母島易郵便局を運営していた。当組合での信用事業を行っていた時代から貯金業務を扱っていた。2021年5月24日あたり、組合より、豊島農業共同組合と小笠原アイランズ農業共同組合を新設分割。小笠原アイランズ農協は、 東京都新農連の代理店資格を承継できないため、小笠原島代理店の業務を八丈島代理店に承継。小笠原島代理店は5月21日で営業廃止した。ありがとうございます。